令和5年度、建設コンサルタント説明会資料について、昨年に引き続き、YouTube にて配信させていただきます。内容は、資料1で。1、技術支援課の業務概要。2、令和4年度の検査結果報告。3、設計業務委託の留意点。資料2-1、2で。4、 設計業務委託検査事例集を整理しています資料1について1技術支援課の業務概要については昨年と同じ内容です説明は省略させていただきます1の1職員人材育成の取り組みについても 昨年と同じ内容で説明を省略します。続いて1-2受発注者の連携を図る取り組みについてです。昨年の記載内容に対し、例は3年度よりウィークリースタンスを本格運用したことを追加しました。1-3労働環境改善 ウィークリースタンスの取り組み状況です。令和4年度の中間検査、完了検査時に、ウィークリースタンスについて聞き取り調査を行いました。この表は、官僚検査44件の結果を整理したものです。ウィークリースタンスは、完了検査時より44件で、例えばマンディ、ノーピリオド35件で完全実施ができたことになっています。今回も、 3段目のワンウィーク、ノーオーバータイムの完全実施が23件とやはり一番低くなっています。この項目の完全実施の向上に向け、受発注者の協力をお願いしたいと思います。1-4検査業務についてです。新しく、一番下の若手。 女性の技術者に対する表彰制度を令和4年度からスタートしました。令和5年5月に3名の方を表彰しました。引き続き受注されたら、まずは若手、女性技術者の登録をご検討ください。続いて2。令和4年度の検査結果報告です。 令和4年度の500万円を超える設計業務の中間検査が37件、完了検査が44件、合計で81件の検査を実施しました。なお、括弧書きの1件は、設備工事がメインの設計で、標定点は設備工事の設計の方で集計しています。土木の標定点の平均は72.3点、最高点は81.3点、 最低点は57点。なお、500万円以下の設計家の検査105件と合わせ、合計148件の平均は、71.4点でした。令和4年度の成績優秀表彰は、株式会社マセコンサルタント北九州営業所、株式会社スペースシビル設計事務所、株式会社アルファ、2件。 計4件でした。なお令和4年度に詳細設計の成果の重要な部分に対する指示として修補指示を作成したものが1件ありました2-3協定点の分布です平均点は72.3点でした前年度と比べ75点以上80点未満と65点未満 80点以上の割合が増加し、その他の割合はわずかに減少という結果になりました。協定点が低くならないよう、10日としても、中間検査の段階から、成果品の品質確保に向け支援していきたいと考えています。2-4。協定項目別の評価です。いずれの項目も普通、評価の65点以上は確保されています。 前年度と比較して、個別の項目でばらつきはあるものの、大項目で、成果品の品質以外の評価が向上しています。成果品の品質につきましては、図面、数量の成果に見てすぐわかるようなミスが見られた点などです。続いて、2配分後、中間検査での指摘についてです。 工程の遅れによる関連機関との協議調整の不十分が見受けられました。引き続き、完成に向けた適切な工程管理を促していくために、進捗状況の確認、関係機関との協議状況及び、前提条件の検討、整理のチェックを強化していきます。次に、設計業務の留意点についてです。 前提条件の整理や算定根拠を明確にお願いします。埋設物協議や現場状況をしっかり踏まえた検討をお願いします。構造計算について、条件設定の間違いや入力のミス等がありました。図面と数量が合わなかったり、図面の不足、数量の漏れ等が見受けられました。 成果品の表現、流れ等を分かりやすく整理してください。基本設計からの変更点については理由と合わせ明確に記載してください。続いて検査の主な指摘事例です。合流改善の設計の流量計算書で方針を決める中間検査の段階で実流速の計算をしていないものがありました。 季節の地下埋設物との理覚について協議せずに一般論で進めようとしたものがありました。現地調査として写真を数枚のみ掲載したものがありました。目的意識を持って写真の撮影、整理を行い、問題点の把握等を確実に実施してください。その他は時間のある時に一読ください。 次は設計ミスがもたらす損害について記載しています。常に意識されていると思います。昨年と同様の記載であり、説明は省略します。次にその他の留意事項について何点か説明します。中間検査の時期については設計フローを参考に適切な時期にお願いします。 中間検査から完了検査まで最低でも1月半は必要ではないでしょうか。完了検査時に図面数量が揃っていないと減点になりますので、受発注射管で時間が確保できるようしっかり協議をお願いします。なお、年度末後期の設計については、後期延期をしない限り、年度内の検査が必要です。 受注後に完了時期について発注者と調整を図ってください。2, 2.、オンライン検査についてです。令和4年度は、81回のうち72回を、オンライン検査で実施しました。アンケートしたところでは、移動時間が削減される点やコロナ対策には有効。だが、細かいニュアンスがわかりにくい等の意見があります。 移行としては、働きか高い格の観点からも、やむを得ない場合を除き、引き続きオンライン検査を継続することとします次に、土壌汚染対策法による届け出の対象についてです。設計の段階ですが、届け出の必要の有無の確認をお願いします。1放題4条より3000平方メートル以上の 形質の変更の場合一部でも 50cm 以上の掘削盛り土があれば発注者の届け出が必要になります昨年ただし書きの部分も対象としていましたがある監督員よりアスファルト舗装の不設外は対象外との報告がありました環境局の資料では舗装工も含まれる記載になっており 直接確認したところ、アスファルト舗装だけであれば、土砂が関係しないので対象外とのことでした。丸るに、法第12条より、形質変更需要届出区域、指定区域の場合も、届け出が必要になります。今後も検査の時の確認は継続します。次は、大気汚染防止法に関するもので。 令和3年4月1日より、アスベストの使用の有無に関わらず、一部、事前調査等が必要となりました。その内容は、まず、1、事前調査と発注者への説明、2番目に、記録の作成、保存、3番目に、現場への掲示があります。なお、平成18年9月1日以降に工事着手された工作物などは、 アスベスト使用禁止以降となり、対象外となります。実際、事前調査の対象となる施設が何かといいますと、橋梁の塗装、トンネルの内装化粧板、建築物に設置されている道路関係のもの、令和4年度から環境省の国事第77号に掲げられている工作物も加わります。国事の中に、遮音壁、 軽量森の保護パネル、トンネルの天井板等、土木に関連するものの記載もあります。技術支援課としましては、検査の段階で、少なくとも事前調査の対象となるのかどうかの確認は続けてまいります。次の5は、ネティストの活用についてです。かなり浸透してきましたので、説明は省略します。 続いて、6、下水道環境実施設計の特記使用書に、コスト、縮減に関する調査を、成果品と合わせて提出しなければならないとなっていますので、引き続き注意してください。7、北九州市協梁補修ガイドラインは、市職員の内規ですので、設計の参考とする基準書として記載しないようにお願いします。 8. 現地調査のために身分証明書を発行する場合がありますが、守秘義務がありますので、再委託を除き、社外の人に対して発行請求しないようにお願いします。調査担当者も業務計画書に記載するようにお願いします。その他の事項として、完了検査時の電子納品 CD について、現在の 電子納品の手引きから行きますと、提出が必要ですので、必ずお願いします。コンサルタントの方から、一昨年、検査時に、工事の検査となぜ違うのかと質問があり、工事と同様に、D 表の写しの報告書掲載は不要とし、搬出記録表の提出に変更しています。様式については、 し、市ホームページの検査課のページにあります。続いて、若手、女性技術者表彰候補者の検査対象についてです。若手、女性技術者表彰候補者に対し、検査時に質問を行っています。中間検査、官僚検査には必ず出席してください。なお、事前に質問の送付は行いません。当日、 口頭で質問します。質問は、担当している業務内容、実施した事柄に関連した内容です。完了した年度の終了後、評定が75点以上の業務を対象に、候補者に対する審査を行い、表彰者を決定します。80点以上の業務表彰と同時に表彰します。以上で資料1の説明を終わります。